ハロハロ、スボコリョウだよ。今日も心眼ちゃんを使ったランク戦の動画を解説していくよ。最近少し動画編集をする時間がなくて、弱体化入る前の雲になってしまうんですけど、参戦ご了承ください。最初ここで隠れようとしてたんですけど、これもう見つかってますね。なのでここからチェイスが始まるんですけど、まあ雲相手に気をつけることは、相手の大まかな雲糸の管理と、縦先倒しできる糸はどんどん先倒しすることだと思ってます。雲は窓を越えたり板を割ったりする速さがとても遅いキャラなので、極力、まあ、窓を越えさせたり板を割らせたりするのがいいと思ってます。で、初手杖トンしたとして、次の杖トンが溜まるまでに相手の雲が使える糸の量っていうのは5本なので、まあどこで雲糸を何本使ったかを把握していればポジション移動がだいぶしやすくなると思います。今雲糸がないなと判断してぐるぐるしています。で、板を当てて墓場の強い板に移動してますね。で、この強い板は先倒しできるときはもうどんどん先倒ししていいと思います。ここの板も先倒しして乗り越えて左右を使って次の板ってできるので、だいたい先倒ししてます。雲が体を入れたのをしっかり見て板を倒して境界内の窓へ行ってますね。境界の窓を乗り越えて左右を使ってさらに距離を開いていますね。で、自分はある程度距離が開いたらできるだけ整頓するようにはしてます。ここで話が変わっちゃうんですけど、やっぱ IVC 見てて思ったのが、AL と RS のサバイバーの連携がもうすごかったですね。次飛びのサバイバーを守るための粘着もすごかったし、危機一髪の使い方がとてもうまくて、暗号機を守られないように暗号機から離れたところでダウンするようにしてたのが、もうすごい見本みたいな動きでした。試合に戻っちゃうんですけど、あんまり知られてないのが、ここの板の先倒しがとても強くて、この板倒しておけば大きく回らないと追いつかないんで、すごいおすすめの先倒しポジションですね。板を当てる時もしっかりハンターの体が板に入ってるのを確認して板を倒すといいです。ここ引き打ち読みで、引き打ちしている間に他の板に行って先倒しですね。ここで出すと1個の暗号機が壊れる壁の北側を回しているのを分かったので、ぐるぐるしつつしっかり板を当てて壊れる壁の北側から離れるようにしてます。壊れる壁の真ん中はさっきチェイスで使ってポジションが枯れているので、オフェンスのタックルをもらって壊れる壁の南でチェイスしようとしてますね。これハンターさんさっきから鬼没を使おうとしていないので、これ多分暗号機見て瞬間移動しようとしてますね。で、ここ誰も追われていないので通電してますね。で、ここでさっき寸止めにしといた壊れる壁を当てようとして失敗して、ここで多分バチ当たってますマジでやばい。もう解説することもないので雑談したいんですけど、自分解読キャラ以外にも占い師とカウボーイを使ってて、この2つの動画とか需要があったらあげようかなとも思うんですけど、どうですかね他にもリッパーとかハンターもやったりするんで、ハンターの動画もあげられたらなって思ってます。で、ここパペットで救助されて、あと逃げるだけなんでもうカットしちゃいますめんどっちいんで。で、くもちゃんとアーダコーダ駆け引きがあって4人に、今日も見てくれてありがとう。 Twitter、ブログ、ミラティブもやってます。よかったらフォローしてってね。また見に来てくれよ。バイバイ。